I'm <laughs> sorry. 始まりました。共通テストリスニング対策第2項行ってみましょうね。今回は思考調査の第2問を扱いますね。はい、第2問は問日から問い4までの4問ですと、それぞれの問について、対話の場面が日本語で書かれています。対話とそれについての問いを聞き、その答えとして最も適切なものを3つの選択肢。択肢かる。4の1から1つずつ選べなさいと。とはい、音声は2回流れます。という形になっておりますね。はい、今回はですね。A ですね。えまあ、前回のね。動画見てない方はね。是非見てほしいんですけども、この流れてきた音声とその場面がね。ちゃんと一致するかどうかっていうものなわけなんですがその中でもね。今回。 またちょっとね難しい力が問われてますのでさあやっていきましょう今でクリスマスツリーの置き場所について話をしていますとですねどこにクリスマスツリーを置くのかっていうねそういう話になっていますはいこれのためにね買いましたよはいこんな大きさだったとはね非常に微妙な大きさでしたそれでは聞いてみましょう q u e s クエスチョン 1How about there near the bookshelf?I d prefer it by the windowOkay right here then? No, that's too close to the TV. I think the other corner would be better. Question Where does the woman want to put the Christmas tree? はいまあこんなんね、説問聞き取れなくてもね、絶対クリスマスツリーの置き場ってたから、どこ置くかっていうのがね、問われるに決まってるわけですよ。こんなんね、いっぱい出てくるからの、リスニングの問題でね。そうやっぱりこの配置が分かるとかっていうのはね、しょっちゅう出てくるわけですよ。自分自身もね、リスニングの授業でこういうのやったことがあるんで、どこに置くかっていうね、アクティビティとかいろいろあるんですよ。では、はい、見てみますね。なんて言ってたか、お持ちあま ハーバーディアル。そこをどうって言ってですね。near the bookshelf.near the bookshelf.near the bookshelf.、ねはい、book のそばどうって言って、I'd prefer it by the window. 前回もやったんですけど、消去法をうまく使っていきましょうね。はい、near the bookshelf. にって言ったんだけど、I prefer it by the window. っていうふうに、窓のそばがいいと言ってるので、bookshelf があって、bookshelf. のそばはダメなんで消えますね。3と4を消します。 ほら消去法を使っていくんでしたね。覚えてますね。特に絵とかが出た場合は、きちんと消去法で削っていく。これ大事ですね。まあ、この配置の問題とかね、トイックとかでも出てくるんですからね。ぜひね、まあ、できるようにしておきましょう。で、1か2に絞られるわけですよ。窓のそばつた1か2なんですね。Okay, right here then。じゃあ、ここ ね、はい、場面を浮かべてくださいね。No, that's too close to the t v テレビに近すぎるよ。I think the other corner w o u l d be better.The other ですね、もう一つの方のコーナーの方がいいよって言ってますから、テレビに近すぎるのはダメなんですよ。で1はダメなわけでしょ、テレビに近いから。はい、ということで、でテレビに近くないコーナー、2が正解ということになりますね。これじゃダメですね。これまさに今ここにあるので <laughs>、ここはダメなところなのにクリスマ、ね、ス。あれれれ やめやめたここはダメなところにこういういうにきちんと、ね、消去法を使っていくと正解にたどり着くことができます。で配置っていうのはですねこれトイックやる時とかもそうなんですけどもランドマークって言ったりするんですけどその基準となるで、ね、何かについて話してくれますから例えば今回でねはい今回は出てこなかったですけどソファーとか。 まあカウチってね、言ったりもしますけど、アメリカ語では。それとか、ドアとかで、それを基準に場所を教えてくれる、そういったヒントを聞き取ろうというふうにすることがすごく大事になりますね。これまあトイックでね、非常に重要になってくる考え方なんですよね。こういう考え方はきちんとしておきましょう。自分でアウトプットする側ですね、ライティングだったり、スピーキングだったりで重要になってくるのは、やはり前置詞ですね。ニアとか、バイとか、クロース o ですね、この場所を表す表現たちですよね。こういうものが非常に好きですね。第二言語を勉強するときにおいて、すごく大事なんですよ。だからこういうのがいっぱい出てきます。 こういうのもね知っておきましょう。で、right here で、これ右って意味の right じゃないですかねここっていうねそう、so、right and front of なんていうのはね間向かいですからね右前じゃないですかねこういうのが通れたりすることもあるので押さえておきましょうはい、では第二問目 Question number 2 Will it be warm next week? It should be cold at first Then get warmer I heard it'll be sunny though, right? ででこれもですね前回言ったのを覚えてますけどね選択肢の共通点や相違点ですねそういったところを気にしましょうって言ったの覚えてますかはいで違いを見てみるとですねマンデー・テュースデー・ワンスデーの天気はすべて同じですよね。 違いがあるところは Thursday Friday の天気が曇り雨になってるか雨曇りになってるかの2パターンであるとその他の違いは温度が下がっているのか温度が 上がっってていいるのかっていうこの2つの違いがありますね。だからこの違っている点を聞き取るんだっていうのを意識しながらやっていくわけです。これティープとかでも非常に大事になりますね。ティープの、ね、グラフの問題とかね。解けないっていう人がすごく多いんですけども、こういうところを意識してやってみるといいですね。はい。では見てみましょうね。Will it be warm next week? っていう形で。あったかいって言って。It should be cold at first。はい。最初は cold である t h e n get warmer. その後であったかい。 暖かくなるよっていう風に言ってますねアットフォースっていうのは最初はこうだけど後々変わるとか変わったっていう時に使う表現ですねコールドからあったかいんだからに変わるやつですから これで、すねなんで1と2が消えると。で、I heard it'll be sunny though, right? はい、福島のドねなんとかだけど、みたいなね。でしょ天気晴れでしょって言って。Yes, except for rain on Thursday and the clouds on Friday.Thursday 雨で、Friday 曇りの3番が正解ですね。4番は Thursday 曇りで、Friday 雨ですからね。わざわざで、ね、クエスチョン聞かなくて Which is the correct weather forecast? ただし、天気予報はどれでしょうっていうのもね知らなくても答えを出すことはできたでしょう。うこういうふうに、情報の相違点ね。 異なっってててていいいるとところにきちんと注目して消去法を使って解いていくはいそれでは次の問題いってみましょう。Question No.3:What <number> was the name of the animal with the small ears?The one with the long tail?No, the short-tailed one.Oh yeah, with the long nose.Question Which animal are the animal talking are speakers about? はい、聞いておりましたかいろんなアニマルが出てきてますけど、そうですね、さまざまな特徴を言ってましたよね。やはりその特徴の相違点というところね、聞いていけばいいわけなんですよ。ずっとね、この二番見たことあるんだけど、この名前がわかんない私。エレファントだよね、これね。ミアカットでね、多分ね、これね。これはバックバックって何テイパーとかだっけこれがわかんない、なんだか。見たことあるけど、なんて名前のもの,なのか知らない。はい、でも言っていきますね。What was the name of the animal with the small ears? はい、small ears だって言ってますね。耳がちっこいと言ってるので、この時点で、はい、ゾウさんが、はい、こういうふうに、ね、条件を聞いて、証拠でやっていきます。The one with the long tail ですね。はい、尻尾が長いやつって言ってますね。そうすると、no, the short tailed one 尻尾が短いです。だから尻尾が長いミーアキャットがッ、 ってなるわけですねそもそも2番の謎のキャラには尻尾すら見えてないですね。で、4番のバックは確かに短い尻尾がありますね。Or, yeah, with the long nose.、ね、はい、long nose ってきてるから、2に long nose はないので、つくってことで答えは4になるんですね。最後の long nose だけでね、1とかで選んじゃダメですからね。最初に消えてなきゃいけないですからね、エレファントは。Question: Which animal are the speakers talking about? まあ、クエスチョン分かんなくてもやっぱりすぐに答えが出せる問題でしたね。では、最後のま題行ってみましょう。 Question number four. This place is famous for its roller coaster. Oh, no, I don't like fast rides. Well, then, let's try this. Actually, I'm afraid of heights, too. Question Which is the best ride for the man to try? この問題ですね。正答率がすごく低かったんですよ。最初の3つはかなりの正答率だったんですけども、これが確か50何なんだよね。確かに難しいですね。条件を削っていくときに、えって思うのが多かったと思いますね。スイングライドですね。ハザそう,そう,そうあの、このブランコか、日本語だと。え、ブランコスイングって言いますかね。これね。スイングライドでしょ。で、ゴーカートは同じですね。日本語でもね。で、日本だとこれメリーホーランドか、メリーゴーランドですけど、アメリカではって言いますね。カルーセル。 だっけ日本語だ。言うところの。ランドバウトともイギリスでは言うらしいんですけど、4番がフェアリス・ウィールっ、ね、アメリカで言うと、イギリスだとビッグ・ウィールって言ってねそう、アメリカ行った時にビッグ・ウィールって言って通じなかったのを今でも覚えてますね。辞書に載ってて、そうやって習ったんだけどって言ったのが、いや、言わない。フェアリス、作った人でしたっけね、フェアリスビー・ウィルと。 ってていう,ふうに言われたの今でも覚えてますすででそれらを言ってないです、ねまあ3番もそうでしたけど条件戦ですねまたね「はい、This place is famous for its roller coaster ね」ねはい「Be famous for」ですねんとかで有名だよっていう表現「Roller coaster」ーーースーっていうのがまあ日本語のジェットコースターにあたるやつですねはいまず条件出てきました「速いライズが嫌いだ」って言ってるのでこれで2とか1を切れってことなんでしょうけどまあ難しいね人によるよねこの1ね速いと感じるか感じないかは人にもよる るんじゃないのってちょっと思ったしにも早いか早くないかは人によるんじゃないのって思ったけどまあここビュンっていう線出てるからね早いってことを強調してるんですよねまあ、子供の時はねこれね全然大丈夫だったんですけど今は高所強不省になっちゃったから無理なんだよね Well then let's try this ねじゃあこれにしよう Actually I'm afraid of heights too ですね高いとこもダメなんだっつってるから おそらく4を指さしてフェアリスビールを指して言ってるんでしょうけど高いところがダメだから高所恐局長だから4がダメってことなんでしょうね、まあ、もしかしたら1を指してたかもしんないですけどでもこれも高いからどっちにしろダメですねだから条件の中で残っているのは、はいこのところの男性メリーゴーランドに乗るんですね Which is the best ride for the man to try 男性が乗るのに一番いいライドっていうんですよ乗り物のことねはどれかって言ってこれを選ぶって問題ですねまあ私高所恐局長ですけどアメリカでジェットコースターは克服しましたなんでかっつったら ですね、昔ルームメイトたちに会いにアメリカに行った時に怖いローラーコースターしかないところがあるんですよカリフォルニアにそこに連れてかれたんですよ。で今日は7つ乗るって言われたんですね。 大嫌いだしローラーコーラコスでででも7つ乗るんですよで1個目乗ってもう怖くて怖くてしょうがなかったもうカリフォルニアの中でも恐ろしいやつだらけなんでこれをずっと恐れてたらもう話にならんと、まあ、その後乗るやつとかね立って乗るやつとか,なんかスーパーマンみたいな格好でもう足場なしで行くやつとか、ね、後ろ向きでぐるぐる回されるやつとかこう90度でフィーンって行ってさらに90度で逆さまで戻ってくるやつとかね。でその時にもう怖がっっててちゃ無理だと思って 克服しましまた怖がってたらこんな拉致が開かないだから怖がらないようにしようと思ったらもう大丈夫になりましたそれからどこの国行ってもローラーコースター乗れるようになりましたねまあ UAE 行って世界一速いやつとか乗っても全然大丈夫ですし,たし怖がらないとき見たら大丈夫ですねまあそれでも公式要所なんですスカイダイビングとかバンジージャンパーめちゃめちゃ怖かったんですけど公式要所ねよく言うんですけどまあ英語でアクロフォービアっていう単語あるんですけど結構知らないですね一般の人ね通じないことが結構あったんですけどまあよく言ってたのは「I'm scared of heights」って言ってたね、so scared. 名詞で使うときは fear of heights なんていうふうにね、使うことはできるんですけど、この I'm scared of heights こうやって言えって言われてましたね。まあ、p h o なんかを恐れることですね。hydrophobia とか。 クラスフォービアとかですすねねんなものがあります、ね、ゼノフォービアとか出てくることありますからね外国人嫌いとかねはいという感じでした条件をきちんと聞いて消去法で切っていくっていうこのやり方をきちんと学んでやっていくっていうのが大事になりますねきちんと場面を思い浮かべて条件の相違点にきちんと注目して答えを出していくっていうのをぜひぜひ知っておいてくださいこれをやるだけでもリスニングっていうのがだいぶ楽になりますからねはいということでしたこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします